続一人で脱なぐやつ28日目、妹に久しぶりに会ったら太ったねって言われました。頑張ります。誰が想像したもんなんでしょうか。何回なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっとしてよ。遠くには大空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就したいまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃん。もうやるよ。どうかになったれ、愛すべき人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ。踊りのど真ん中を歩けるような僕じゃないから、大抵足元気にして生きてる。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃん。もうやんなるよ。どうかいなんなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ。そう思ってどんぐらい経つだろう。一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就したいまま、とはいえ好き